26日 SK48 手をつなぎながら公演終わりました。イエーイ。今日は私たちちびっこミーティングをしました。なるそうなんですよね、はい、私たちが目立つためにはこれからどうしたらいいか真剣に話し合ったよ ね、 結構結果がこちらですよね。見てもらう、見てもらったら分かるみたいなこと思うので皆さんぜひ見てもらいましょう。せーの、どうぞ。ジェナさん、公演久々ですね。そうだね。楽しみ、うん、緊張してる？いや、ちょっと。今日のユニットなの？チョコの行方。いや、一緒だ。私だけハブられた気分、うん、私、ウィンブルドンに連れてる。チョコやったことある？チョコでも1回だけやったことあるんですよね。そう、全然記憶にない。そうなんですよ、なんか、でまだ成美さんがね、あれです、グローリーやってた時です。グローリーデイズやってた時に、チョコ、私チョコやってました。そんな全然興味ないんだけどさ。なねえ、なんでそんなこと言うんですか。でもよし、何ですか。今日のミーティング始めよう。いきなり伸びた。あ、まあちょっと、いや、あんまりですかね。いや、まだ、まあ伸びてないですね。いや、やっぱ最近さ、はい、公演の映像とか見ててもさ、大きいやつに邪魔されて映んないことが多いんだよね。もうあるある。山田どう思う。やっぱ S もでかいやつばっかなんで、ほんね、あ、毎回悩んでるよね、やっぱ、うん、でね、今日の議題なんだけどね、はい、これ、こいつ。あ、そいつか。なんかある？なんか会うたびに、ちっちゃいってなんかバカにしてくるんですよ。あ、もう顔からしてバカにしてるし、うん、本当にやっぱ顔からしてバカにしてるよね、うん、毎回言ってくる。毎回会うたびにえってなりますね。ムカつくな、うん、あとこいつね。あー、もうでかいの象徴みたいなとこありますよね。あ、うん、キョンさんか、何かあります？なんか、なんかね、手をつなぎながらペアやってるじゃん。あ、でもさ、限りなく手伸ばしてくるから、まあ、届かないんだって。こういうことですね。そうそう、こういうことですね。もうそれが一番ムカつくよね。ちゃんとこういう振りだから、そう、振り回ってほしいよね。ダメですよね。まあ、でもね、こいつに限っては最初こんなんだったんだよ。どうしたらこんなに伸びたんだよ。どうした、本当にどうした。最初こんなのちっちゃかったのに、こんなんだった。今じゃちっちゃい子バカにしてますからね。そう、ダメです。やばいわ。しかも私この2人と、うん、この胸のバーコードって言ってやらせてもらってた時があって、もうなんかこんなんな、映った映った、その時なんかもうキョンさんに絶対カメラ合わせて、私ここら辺しか映ってないみたいな。本当、本当やめた方がいいよね、そういうの。あれですね、なんか高い人と横になるとみたいとかありますよね。でもどうする？いや、もうこれはもう私たちが身長伸ばすしかないんですか。は？え？何言ってんの？違うよ。え？蹴って膝壊してこう。あ、蹴って膝壊して。そして前に出る。最後は踏み台にしよう。はい。じゃあなるさん、この後蹴っちゃいましょう。はい。なるさんお願いします。うそでしょ。なるさん、蹴っちゃいます。